はい、それでは皆さんね、続けましてライティングの動画を始めていきます。先ほどのねリーディングの動画でも言った通り、25分を確保するようにしてください。語数は、ここにある通りですね。英検2級と準1級のライティングは満点狙いでテンプレートを準備しましょう。テンプレートというのはですね、これは決まった言い回しです。結局ですね、英文のライティングには決まった言い回しがあります。それを皆さんには今日知ってもらいます。英検2級の設問は Do you agree with this opinion? という問いかけがほとんどですから、しっかりとその問いに答える形で、大きな流れで言うとイントロダクションがあって、続けてボディがあって、最後にコンクルージョンがあります。はい、まずイントロダクションからいきましょう。 I agree or disagree with the opinion that、 このざっとの後ですけども、これは設問のざっと説の内容をオウム返しで構いません。続けてですね、 The reasons are as follows。 はい、皆さんこれ覚えてくださいね。理由は以下の通りですという決まり文句です。これを毎回書くだけですから、皆さんね、いいですか、これを覚えて書くだけです。ですからここでは皆さんは自分の個性は出しません。でしかもですね、ここだけでだいたい35語ぐらい使っちゃうはずです。最大で100語しか使えないライティングで、もうここで30語です。はい、続けてボディいきましょう。ボディはですね、理由を2つ具体的に書きます。コンクルージョンも決まり文句がありますから、そこでの文字数を考えておくと、実はですね、ボディで使える文字数は45しか書ける文字数がありません。ですからここでもテンプレートを加えると、結局ですね、皆さんが自分の主張を書けるのはだいたい30語ぐらい、たったの30語しかないんですよ。なので皆さんは自分が一番書きやすい主張をかなり詳しめに、書きにくい主張をあっさり書くのが得策です。はい、それではこのボディにおける理由の書き方、ここもテンプレートがあります。はい、一緒に見ていきましょう。まずは First、Second、 これはもうね、準1級、2級、さらには1級でも同じです。でこういうふうに必ず理由が2つありますよということを先に分かりやすいように示してしまいます。はい、続けてですね、表現皆さん覚えてください。 In the light of、 In the light of、 これはですね、決まり文句です。何々の観点からという決まり文句です。はい、続けてセカンドの後ですが、 from the viewpoint of、 これも決まり文句、何々の観点からです。ですから英検ではですね、理由を選ぶわけですよね。その選んだ理由をここに書いちゃってください。つまり私はこの理由を選びましたということを採点者に分かりやすくする、それが目的です。ただしですね、だいたい30語ぐらいしか書けませんから、長い文章は書けないんですよ、実は。でここに皆さんね挙げていますが、 For example とか For instance で具体例も書ければいいんですが、ここで具体例を2つも書いてしまうと、理由を説明する文章の後ろに具体例、はい、もう一回理由説明してさらに具体例とすると、おそらくね文字数オーバーします。ですから皆さんは、この For example の文章を書くかどうかは迷ったら、書けるときだけ書けばいいです。ですから両方具体例を書くというわけではありません。書けるときだけ書くというのがいいです。はい、続けてですね、この理由を詳しく書くときにとても役立つ考え方を紹介します。この理由を書くときには皆さんには必要性と許容性ですね、それを意識して書いてほしいです。
まず必要性を書いて、続けて許容性、ちょっと硬いですけど、これを意識すると書きやすいです。つまり何かをする必要があるとまずは書きます。で、皆さんのところにね、これ貼り付けて書いてありますが、決まり文句ですよ。 It is necessary for somebody to do something というね、決まり文句です。で、何かをする必要がありますと書きます。次に許容性ですが、この許容性の書き方はですね、一番書きやすいのは費用の面です。つまりですね、お金がかかりすぎると許容性がないということになりますので、これが一番書きやすいですね。あとは環境面ですね。はい、でこれを意識すると、かなり書きやすくなります。まずはネセサリーかどうかです。次にネセサリーだとして費用はどうかです。はい、次はですね、その費用を書く表現ですね、そこを紹介します。はい、ここにね、上がっている通り It would be cost effective to do ですね。このコストエフェクティブ、ぜひ皆さん覚えてくださいね。これは費用対効果が良いという意味ですね。ちょっと硬い日本語ですから、費用対効果が良いというのはですね、たくさんのお金をかけずに良い効果が得られるという意味です。この表現を使うと許容性が書きやすくなります。はい、次はですね、Disagree のパターンです。 Disagree の時にも許容性がないということを書けばいいです。その許容性がないというのは、はい、一番書きやすいのが多額の費用がかかる、お金はどうするの、財源はどうするのということです。はい、そこで紹介したいのがこの文章 It costs a lot to do ですね。この2つの費用の表現、これ皆さん今日覚えて明日使いましょう。必ず使えるはずです。はい、最後にですね、コンクルージョンいきましょう。コンクルージョン、決まり文句ですね。 In conclusion or in brief、 まあこれどっちでもいいです。これを使って I agree or disagree with this opinion for the two reasons。 はい、皆さんここ表現覚えましょうね。 For the two reasons mentioned above、 ここ皆さん覚えてくださいよ。 For the two reasons mentioned above、 はい、これで、はい、上で述べられた2つの理由によりという、これ決まり文句です。最後に結論をまとめるときに必ず書いてください。で、このテンプレートはですね、この結論のテンプレートも12語あります。はい、ですからこういうテンプレートを今日覚えてください。明日使いましょう。そうしたら皆さんは、仮にライティングのトピックが自分が苦手なものであってもなんとかね、点が取れるはずです。はい、以上が英検2級ライティングセクションの直前対策となります。よろしければこのままリスニングセクションの動画もご覧ください。1月23日の従来型英検の本試験当日にはこのチャンネルで回答速報を公開します。一緒に答え合わせをしてみてください。